はい、新一です。さて、今日もちょっといろいろ狐淡路の話でもしていきましょうか。淡路ね、狐、狐ってこれひらがなでしたっけ。狐、狐ひらがなやった気がするでしょ、ね、淡路もこれ合ってますよね。淡路は芸人の狐淡路ですね。淡路ね、はい、まあ淡路短いんですけども、淡路結婚したんですよ。なんかね、うん、したみたいね。で、お子さんももう生まれるかどうかっていう話だったと思います、確か、うん、で、ある番組で、一緒になった時に祝儀払いみたいなノリになっちゃって、ああ番収録中に、もう減ってと思って、もうこんなばっかりやと思って、じゃあ新一さん、千原ジュニアさんのノリで、うん、新一そんなもう松竹の時から、まあね、一種付き合い長いねんから、もうこいつが結婚、後輩が結婚するんで祝儀さていくら払いますかって、ちょっとテンパって、うん、でちなみに俺も払ったって、ジュニアさんも言ってるんですよ。渡したって。ジュニアさんって。ほんで、その振りやったら、10万って言っちゃったんですよ。うん、10万、うん、一回も飯行ったことない後輩と。10万って言っちゃって、うわーってなって盛り上がったんですよ。すげーって。で、ジュニアさん、なんか4万とか、それぐらいだったんですよ。リアルやな。それぐらい、確かそれぐらいだったんですよ。リアルに渡すなよ、そんなもん。はい。なんかそんなんやったんですけども、いや、10万もってなって、3万ぐらいでいいのにってなったんですよ。10万って言ってた。でも言ってもたから。まあでも、まあまあ言われたらそう。で、10万払ったのに、全然これってニュースなってないじゃないですか。お見送り。初めて聞いた、優しい、お見送りに新一優しい一面ありますよっていう、うん、そんなニュースなると思って渡したのにならへん。うん、そして、狐の淡路が喋るかなと思ったら全然喋ってない、他でも。一番お金もらったのは新一さんなんですよ。なんとお見送り新一さんって実はいい人なんですよって喋らなあかんのに、こいつは喋らんところが根性悪いなっていう。根性ない。腹立つな。番組放送されたもう。放送されました。でも一瞬でした。そのポッて払い。淡路がその後さ、ツイッターに。そう、ツイッターすることもなく。あ、ないよ。新一さんありがとうございました。もうジュニアさん、こいつなんて、こいつ、キツネなんて本当、汚い人間ですか。目見たらわかるじゃないですか。売れてるスタッフさんと売れてる芸人にしか、深く頭下げないタイプの芸人なんで。まあそうね。もう僕なんか、10万もらったとて、エッスンぐらいなんですよ。腹立つわ。そうやな。そんなキツネですね。僕はだから狐の悪口はずっと言える権利を持ってますからね。10万払ってるから。でちなみに青木結婚式は終わったよね。分からないですよ。結婚式じゃ呼べよと思いますよね。あ、でも呼ばれてもな、そばって3万払うなだめでしょう。いやいやわ、だから金も払いたないあと東京ホテイソンにもこの間お誕生日、タケルとショーゴとあとゾフィーの上田さんに僕プレゼントで買ってるんですよ。なんでそんなの、上田先輩やん。ネットでアマゾンで、うん、まあなんかまあええやんええやんと、まあ、松井咲子さんとお付き合いしてるっていうのも素晴らしいことやし、でタケルし、あれなんていうの、ね、うん、誕生日やったし、そして勝負は、チャンピオンになったし、ボディービルで、あ、そう、はい、なったから、まあなんか買ってて、なんで買わなあかんねんと、いいじゃないですか、携帯取られて無理やり、これとこれとこれ、じゃこれ買ってください。マジでキャバ嬢のやり方や、ほんまに。俺の、で、その3人ツイートもせんへんし、ありがとうとかもないから。え、ツイートもせんの？それめっちゃ腹立ったんですよ。あ、じゃあ、そのエンタメじゃないんや。だから、ホテイソンとゾフィーさんの悪口は僕言いますけどね。まあ言っていいか。はい、めっちゃ言います。何こうだんじゃん、めっちゃ。なんか。言っていいやつ？いや、たける何やったか忘れたけど。服とか。あ、いや、食べ物。あ、そうなんや。食べ物やったかな。なんかそんなんやった。消費するやつか。うん。ほんで、勝負は食べ物でいいかって言ったら、いや僕パンツいや高いナイキのパンツあるんですよって、ナイキのこういうやつ、スパッツってやつ、ね、スパッツみたいなビルだな、いいやつって買って、で上田さんはのり、高級のりは高級のり、ほんまに、うん、人絶対自分じゃ買わへん、一缶5-6千するやつ、え、うん、それ2缶セット1万なんもんね。どのタイミングでそれ欲しいと思ってるの？いや、わかる。僕、めっちゃ金使ってるんですよ、今。めっちゃ使ったの？もうやばいっすよ、僕。もうないもん、お金。なんだかんだ、そうよね。優勝してから、いろんな人に、お金配りまくってますよね。うん、買ってあげたり、してるもんな。はい。もう買ってもらったりして。もうだから、もうお金ありません。確かに、新人買ってもらったエピソード聞いたことないわ、あんまり。でしょ。ないないない。ほんで、
テレビでこの間又吉さんにプレゼントしたサボテン、50万するサボテン、又吉さんにあげたのに、あのテレビ見てびっくりしたんですけど、今そのサボテン、トロサーモンの久保さんの家にあるっていう。なんでと思って腹立つこと。彼だけ使わせたけ使って。そうね、だからあの吉村さんにあげたの、金のわけわからんネックレス。吉村さんつけてるの見たことない。でも吉村さんでもほんまにあれは師匠はほんまに何と言いません。僕師匠大好きなんで、師匠ファーストなんで、はい、ありがとうございます。友情や愛情全然いらない、